こんにちは、フラシです。今日はね、雨のほんと隙間を縫ってキャンプに来ました。今日だけ晴れるっていう感じですので、テントを張って、まあ雨が降ったら帰るかなって感じなんですよね。それではテントを張ってみます。今日はこのオーディングですね、初めて使用するのでオーディングも使ってみようと思います。今、まあ、現時点の装備をねご紹介すると、これがよくねご紹介しているルーフトップテント、確か15万4000円だったと思いますけどね、いろいろ紆余曲折があってこれに決めたんですけど、まあ、かれこれこれが来てから1年以上経ちましたので、まあ、1年以上、まあ、そうだな、だから15回ぐらい泊まったのかな、20回弱泊まったと思いますけど、一回大雨の日にね、怖い思いしましたね。なんかもうすごく雨の音が怖くて、こう夜おちおち寝れないことがありましたけど、それ以外はね、あの風の強い日も寝てみましたけど、そんな心配したことはなかったですね、なのでまあこれはあのこういう山の中でも獣がね簡単には上に上がってこれないので、そういう意味では獣除けにもなるかなということで安心ですね、はい。はい、ということで、このオーニングだってね、これがいいのかどうかまだ分かんないんですよね。これもいろいろやってみないと分からないっていうのが実情なんです。なのでしょっちゅう変わってきますけど、またね、進化したらお伝えしたいなと思いますね。ちょっと曇ってきたら、気温が少し下がってきてよかったですね。さっきまで36度ありましたからね、この山の上でも。これでも1300メートル以上上にいるので、涼しいはずなんだけど、全然今日はダメですね。36度ありました。今日はね、この季節的にアブハチが飛んでくる季節、
なんで今日に限って鬼山くんがいないんだな。しまった、はい、そんなわけでちょっと昼、夏の昼ご飯はもうこんなの、もういつも定番だけどさ、そばかそうめんみたいなね。そうめんのが簡単だからそうめんにした。これも水につけるだけのそうめんなんで、ちょっと冷やしてやりましょう。氷を入れてさ、氷入れてやるとそれらしくなるでしょう。冷やしそうめん、冷やして、ちょっと多いねこれ。またこれ2人前しかないもんだからさ、いつも多いんだよね、食べちゃうんですけど、はい、簡単なのがいいな、暑い時は。今日はこのタープを初めて貼ったんですけど、タープというかオーニングですね。これはなかなかいい感じですよ。本当にさっきご覧いただいた通り、貼るのもね、まあ、ちょっと手こずっても3分ぐらいで貼れる感じですね。でこういうふうにロープをでペグ打っておけばかなり頑丈になるので、まあ、ちょっとぐらいの風は大丈夫ですね。まあ、こういうオーニングって風に弱いんですけど、まあ、ちょっと心配な時はこうやってペグを打っておいた方がいいと思います。このモバイルバッテリーの5万ミリアンペアってやつ、手回しのやつね、今日持ってきました。もう早速太陽光でこう充電が してるからいいですね。しかもこう扇風機まで持ってきて、ここね、やっぱり扇風機持ってきてよかったですよ。暑いからこんなんでもね、あると随分涼しいんですよね。キャンプに扇風機って思われるかもしれませんけど、もう今時はね、もう何でもありですよこれ。本当にスマートキャンプなんで何でもね、使える便利なものは使っちゃうっていう、こういうことができるようになりましたからね、本当便利ですよね。おお、風が気持ちいい。はい、そんなわけで、まあ、今風吹いてるので使いませんけど、このブユがね、ブユっていうか蜂がブーンと来るんですよね。うちは黒いところに来るからタイヤとかそのゴムの部分にね、たかるんですよね。キャンプの時はあまり黒い服着ていかない方がいい。私ちょっと今日濃いめ着てきちゃったけど、あまり黒い服とか着てこない方がいいんですよね。今日はこれだね、赤いやつ、森林鋼の赤を 3本周りで焚いてるので、これでバリアを張ってます。これ焚いておくとね、やっぱり寄ってこないですよ、うん、下手したら鬼山くんより効くかもしれない。匂いもね、そんなきつくないので、普通の蚊取り線香並みの匂いですからね。はい、これですね、いくらだったか忘れましたけど、そんな高くはなかったと思いますね、森林香。あ、これセットで、なんだこれ、中入ってんじゃんこれ。今の今気がついたこういうのがついてました、はい、これでここに予備が2本入ってますね。たまにね、一人でそんなで山の方行って怖くないですかっていう、この間キツネに会ったって言ったけど、クマに会ったりとかして怖くないですかって言われるんですけど、私ね、こう見えても結構用心深いです。なのでだいたいね、山に入る時にはこういうの持って入るんですよ。もう今も先ほど鳴らしたんだけど、これクマよけの 笛ですよね、ホイッスル。これを釣りに入る時でも、これを鳴らしてから川に入るんですよね。川っていうか藪に入るんですよね。でないと、もう向こうに熊もね、やっぱり会いたくないね、人間にね、人間に会いたくないから、こちらから先に教えておいてあげるっていう感じです。鈴をつけるとのと同じ原理ですね。なんでちょっとうるさいですけど、ちょっと待ってね、ちょっと静か、一番静かなタイプ、こんなタイプ、一番最高の音にするとこの音ですよ。この音を鳴らしてからだいたい川に入るんですね。まあ、今日もここで着いたらすぐに鳴らす感じにして、まあ、これも定期的に鳴らしてやることで、クマとかはこう
人がいるなと思ったら近寄ってこないですよね。なんで、まあ、熊よけはね、やっといた方がいいと思います。スプレー持ってきたりする人もいるけど、もう熊と出会ってからじゃね、どうしようもないから、熊には会わないように熊よけをあらかじめね鳴らしておいた方がいいと思います。うん、まあ、あと私はテントもルーフトップテントだからね、熊が来てもこの辺荒らされることはあっても、まあ、テントまでは来るかどうか、もうテントまで来たらね、もう残念だけど諦めるしかないねと思ってます。はい。なんでね、熊よけ、これちょっと概要欄に貼ってきますけど、かなり強力ですよ。で、電池1回入れるとね、相当持つね、これ。もうかれこれ1年以上、1年半ぐらい入れっぱなしになってるけど、かなり持ちますね。単三電池3本。単三電池3本で、こういう音が出ます。3種類ね。まず1つ目の音が、ちょっと小さい音で。このホイッスルみたいな音。それから2つ目の音が、もう電子音みたいな。そして3つ目の音が、こんな感じね。ここに、1,2,3 と書いてあるんですね。で、この、こういうふうに、1,2,3 で、ボリュームが1,2,3となって、3段階になってて、一番最初のこのホイッスルで、最大にすると、ほんと、けたたましい音しますよ。こういう音なんですね。はい。なんでね、ちょっと人がいたらびっくりしちゃうような音なんですね。まあ、ここはね、ほとんど人がいないところなんで、まあ、迷惑ではないけど、近所がいるときは迷惑なんで、鳴らさない方がいいですよ。はい。まあ、そんなわけでね、ちょっとこう、山深いところに行かれる方は、こういうものもいいかなと思いました。熊よけ。ね、まあ、最近は熊も結構ね、降りてきてるっすよね。なんで、まあ、ソロでキャンプされるときは、まあ、こういう用心もしといた方がいいと思いますね。あとは懐中電灯ですね。懐中電灯はもう本当にしっかり持ってます。私はこれとこれと、まだまだこれ以外にも懐中電灯今日2つぐらい持ってきてますけど、懐中電灯は常に手元にね、常に明るいやつを持っておくようにしてます。これパッと眩しいのを目に当てるだけで向こうはひるみますからね。これ仮に人だとしても、眩しいのパッと当ててあげると、こうひるむ相手はね、ひるみますね。はい。そんなんで、まあ、こういう懐中電灯もね、何かの役に立つというので、まあ、明るめのやつをね、一つ二つ枕元に必ず置いておくようにしてますね。
あ、おはようございます。雨降らなくてよかったですね。今日はね、雨が降るという予報なので、早々に撤収して帰ろうと思います。まずは4時半ぐらいでしょう。まだ4時半、4時半ですけどね。早々に撤収して帰ろうかなと思ってます。はい、おはようございます。フラッシュです。はい、おはようございます。すごく梅雨がね、いっぱい降りましたね。なんとか雨は降らなかったですね。ただ今日はもう昼ぐらいから雨がっていう予報ですので、ちょっと早々に引き上げようと思いますね。まあ毎度のことですけど、私の場合ね、ほんと朝動くのが早いんですよね。で、今回も来る時が早かったので、撤収も早いです。朝飯を食べたらさっさと帰ろうと思いますけども、今お湯を沸かしています。まあ月1キャンプっていうのをね、一応自分のノルマじゃないけど約束にしてるんですけど、今月も来ることができましたね。こういう時間を取るのが大事かなっていうふうに思います。ただね、この季節はもう虫が出始めるでね、だからね、私は夏のキャンプあんまり好きじゃないんですよ。まあ、キャンプっていうと夏のイメージありますけど、まあ、やっぱりキャンプは冬ですね。冬が最高に楽しいというか、まあ、気持ちいいですね。虫もいないし、まあ、それこそ獣もいないからね。そんなわけで、今日はコーヒー飲んでね、モーニング食べて帰ろうと思います。はい、今回はね、新しくこのオーニングを使ったキャンプのスタイルやってみましたけど、まあこれでほとんど決まりそうですね、私のキャンプスタイルが。で、まあ冬になったらこのオーニングの横に幕を張るような形で、ちょっとこう中でストーブでも使うような、そんなようなスタイルになるかなというふうに思ってますけども、まあ大体私のキャンプスタイルが決まったなという感じがしましたね。はい、ちょっと動画の中でもお話しましたけど、こうキャンプ道具って結構お金かかるじゃないですか。だからあまり高額なものを買い揃えない方がいいと思いますよ。このキャンプブームもね、いつ終わっちゃうかわからないし、私はもうブームになる前からやってますけど、でもね、ちょっとやってみようかなぐらいでやられるんだったら、もう本当手軽なもので始められて、ね、で本格的にやろうかなと思ったら、お金を使っていけばいいと思うんですよね。今回の私のルーフトップテントは15万4千円かな、なんかのテントでしたね。それからこのオーニングもサイドオーニングつけて2万5千円の、システムだから、合計で18万で揃ってるので、そんなにたくさんお金使う必要ですよ。18万ならどうだろう、5シーズンぐらい使ってね、もう飽きたって言っても、もうそれはいいかもしれないけど、もう中には30万、40万、50万するようなルーフトップテントをね、つける方もいらっしゃるけど、別にずっとやられるんだったらそれでいいと思いますけど、まあ、この手のものはね、本当の5年で飽きるようなものだと思うので、まあ、まずはハードル下げて、本当に手軽に始められるといいと思います。まあ、そう言いながら私もソロキャンプ始めて6年ぐらいになるんですかね。まあ別に何かやるわけじゃないので、飽きるも飽きないもないんですけどね、本当に何かやるわけじゃないんですよ。何かやるわけじゃないもんだからですけど、昨日はでも焼肉うまかったですね。焼肉うまかった。鉄板で焼くとやっぱり焼肉が美味しいんだなっていうのがよく改めて思いました。あんまりキャンプでね、ちょっと豪勢な料理はやらないんだけど、久しぶりに昨日はやってみましたよ。一人焼肉もね、なかなかおつなもんですね。そんなわけで、今回のキャンプはこれでね、終了になります。今回も動画をご覧いただいてありがとうございます。このチャンネルではこういったキャンプ、ソロキャンプとか、まあなんかいろんなおしゃべりをしてますので、よろしければチャンネル登録とベルボタンをお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ようこそ、さようなら。今日はキツネ来なかったな。なら。